節電とか、はい、ガス代抑えたりとか何か心がけてることって何かあります？エアコンの掃除はしましたけども、あとは特別何もしてないです。もう電気を消す、はい、それぐらいです、ね、うん。節約方法ってなかなか思いつかないと思いますけど、そうなんですね、いかがですか？うん、難しいですね。そういうサイトとかは見たりするんですけど、はい、ちょっと めんどくさいというか、うん、家庭の光熱費をどうやって減らせばいいの？そうした悩みについてアドバイスを受けられる無料サービスがあるんです。それが宮城県が取り組むうちエコ診断。うちエコ診断、これはどういったものなんでしょうか？はい、家庭の省エネ対策の知識を持ったうちエコ診断士さんという方が各家庭のライフスタイルに合わせたオーダーメイドの省エネ対策を提案するものです。実際どれだけ光熱費が抑えられてお得になるのか、気になる情報を分かりやすく説明いただけます。アドバイスに沿って省エネ対策を実行すれば環境に優しいだけではなくて光熱費の削減にもつながる点がメリットかと思います。光熱費を減らせて環境にも優しい、それならばということで番組スタッフが診断してもらいました。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。診断士の早川雅子さん、環境省が認定する省エネ対策のプロフェッショナルです。我が家の調査票です、はいはい、ではこちらを登録していきます、はい、スタッフが記入した自宅の部屋の広さや電気代などのデータを専用のソフトに入力していきます。同じ生活条件の他の世帯と比較した診断の結果は、電気代は平均よりも少し多めで、ガス代は平均よりもまあ倍ぐらいというところで。では早川さん、はい、我が家の対策どんなことをしたらいいんでしょうか？はい、では見ていきたいと思います。暖房温度、はい、こちらを控えめにするとどのくらいお得になるかというのを詳細を見ますと、で一度控えめにすることで二酸化炭素排出量や光熱費をおよそ1割削減できると言われています。例えば加賀さんの場合は年間約1万4800円お得になる取り組みということになります。あ、そんなに変わってくるんですね、はいはい、一度控えめにするということだけでですね。さらに暖房の使用時間を1日1時間減らすと年間で8200円お得になるという試算結果も出ました。1時間減らすって どういうふうに減らすのかなというところで言うと、寝る前の30分前に止める、それから外出前の30分前に止める、これだけで1日1時間確保できますので、まあ、そういう習慣をつけると無理なく、節約できるのかなというふうに。またシャワーの時間を1人1分短くすることでガス代を年間7600円減らせるとの結果も。ご自宅の中でどの部分がエネルギーを多く消費してしまっているのかわからない方も多いと思います。光熱費の高騰でお悩みの方はまずはプロの診断士にご相談いただくことでご自宅の状況を知ってみてはいかがでしょうか。